皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今日は熊本県八代市アクアシンガさんに来ております。ものすごくですね、いい意味でぶっ飛んだお店ですので、ぜひ最後まで見てください。まず正面入るとですね、とっても綺麗な120センチ水槽がドドンと広がって、いろんなグッピーが泳いでますね。プセですとかアヌビアスとかヒクロソリウム、ニセ水草中心のレイアウトですね。これシンガさん、こちらはあ、お客様がレイアウトされた水槽です、はい、盆栽流木にいろんなジブリのキャラクターがいて、またいいですよね、こういうのもね。90センチ120センチ、いやいや、実はですね、これ20センチなんですよ。超小型水槽なんです。すごくないですか。中にオカヒレが泳いでるの分かると思うん でまたこうやって引いてみると、本当に90センチですかとか120センチですかっていう水槽に見えますよね。カラーシュリンプがたくさんいますね。あ、そういえばシンガさん、ツイッター名シンガエビってなったんですけど、エビがメインですか。もともとはそうですね、エビがメインの、はい、エビのブリーダーだったんですけど。エビのブリーダーさんだったんですね。やっぱりお店を出してからはもちろんメインが小型魚とか、うん、魚とか、あ、いろんなものを手を出すようになったっていう。なるほど。たまにあのツイッターでちょっといろいろな方から言われてるのを見てある意味ちょっとネタみたいになってますけど、ちゃんとエビはいるよっていう、はい、ちゃんとエビはいるよとこれが面白いのがですね、はい、上と下のエビは同じエビなんですよ。おー、でもなんか全然、はい、見た目が違いますっていうのが、上のライトが RGB ライトっていう新しい規格のライトを使っているので、はい、あー、同じシュリンプとは思えないですね。あえてこうやって比較させて、はい、比較させてライトを売るよっていう。なるほどいや、これは上見たら上買いますよね。いやいや、奥にいるじゃないですか、エビ。レッドファンシーちゃんたち、とっても可愛いですね。このまだら模様がまたなんとも。いや、お魚もいっぱいいますね。ラミノーズ、私大好きです。スマトラ、グラミー、チェリーバルブ、花火の大群ですね。ブルータイガーパロット、なかなか個人店でここまで多くの魚種を扱うのって大変ですよね。実はね、まだまだあるんですよ。アロワナをはじめとする大型魚や、なんとベタちゃんまでもいます。いや、シンガさん、アロワナ専門店ですかってぐらいがっつりアロワナいますね。そうですね、やっぱり結構やっぱ田舎なので、はい、そういう専門店がないので、うん、例えばお客様から要望があってからアロワナをもう入れるようになっちゃう。なるほど、お客様からの熱い要望を応える、素敵ですね。いや、本当あの地元からとっても愛されてるなっていうのが、もう非常に私ももうすでに感じてまして、なんとあの昨日からですね、あの友達たちが本当にこう取材に向けていろいろお手伝いをしてくれていたということで、本当に素敵なショップさんだなって思いましたね。こちらはオーシャンレッド、レッドになります。はい、オーシャンレッドですね。ジャヤのショート、ジャヤショート、ピラルクですね。ピラルク、はい、ピラルク。え、ピラルク売ってるんですか。売ってますかわいい。いや、僕ショップさんでピラルク売られてるの初めて見たんですけど後々これが売れなくてもでかくなるんで、はい、どうしてもやっぱお店もでかくしなきゃなっていうのがあると思います。だからどんどんでかくなっていこう。かっこいいっていう考えでいる。今皆さん聞きました、ピラルクちゃんを飼うためにお店もでっかくしていこうと、そういう野望があるわけですね。はい、いいっすね。いや、ほんといろんな種類のお魚いますね。はい、そうですね、ヒレナガゴイとか、はい、どうしてもお客様からの要望が結構多いので、もともと自分がいろいろ趣味が多いっていうのもあるので、おお、やっぱ興味を持ってしまうと入れちゃうっていうのがあります、うんうんうん、あ、そうなんですね、はい、そんな趣味多いシンガさんの趣味を聞いてもよろしいですか。魚釣り魚釣り魚釣り、ダーツ、バドミントン、ダーツ、バドミントン、ビリヤード、サッカー、サッカー、フットサル、フットサル、
登山、お菓子作り、お菓子作り、わお。オンラインゲーム、オンラインゲーム、めちゃめちゃ時間足りてます？足りないですね。いやでもアクアリウムがあまりなかったのがちょっとびっくりした。あれ？あれ？もうめっちゃアクティブですね。アクアリウムはやっぱ体の一部みたいなもんなんで。なるほど、もう趣味とかじゃなくて体の一部ですか。そして驚くのは魚だけじゃないんですよ。なんとカエルもいます。イケエサですか？はい、結構はイケエサです。一度皆さん挑戦してみてほしいですね。めっちゃ可愛いです。これまた流木もたくさんありますね。石もそれぞれいろんな種類あって、何がおすすめですか？やっぱり流木とかが結構人気が高いかなっていうのがあります、はいはい、これも売ってくださるんですか？これも売りますね、はい、すごっ。こちらキロ売りでするので、はい、じゃあ水槽の中のあの石ちょうだいよとかって、はい、お話します。オッケーなんですか？はい、それもやります。すごっ。うわわわわ、これめちゃめちゃ大きくないですか？大体5キロか、はい、超えてくるやつ。素敵な石がゴロゴロ置いてありますね。 ADA のお屋敷は多分全種類置いてる状態です。全種類置いてる。いや私いろいろあのアクアショップ回ってきましたけど、ここまで大きいお屋敷がこんなに大量に置いてあるのってなかなかないですよ。自分で使いたいっていうのがやっぱ本音であって。ああ、なるほど、自分で使いたいがために入れちゃってったらこんなになっちゃったみたいな。ちょっとちょっと作ってるじゃないですか、すんごいの。雲山石めちゃめちゃ大きい。流木の特大サイズもたくさんありますね。ちょっと倉庫見せてと千賀さんに言うと超特大の選べますよ。これちょっと目に飛び込んできたんですけど、流木じゃんけん勝ったらもう一個なんですか？はい、もう一個です。ベタは？ベタは勝つにつれてプラス1匹で、ただ負けてしまうと、はい、また1匹に戻りますよ。ああ、そうなんですね。なので人間の欲を利用したら、あ、じゃあ10連勝したら10匹ももらえると、はい、でも負けたら1匹に戻っちゃうっていうですね。絶対に負けられない戦いがそこにはある。最初はグーじゃんけんぽい。おー、やったぜ、おめでとうございます。もう1本です。うわ、もちろんもう1回いきますよね。あれ勝てば3本、負けたら1本。これは悩みどころですよ。欲望と己の戦い、現実考えると。すごい、おめでとうございます。イベントでゲット。絶対に負けられない戦いがそこにはある。はい、最初はグーじゃんけんポン。よし、よし、来てる来てる。なんかもう一回来てる。これはいや、これはもう一回行くんですか、のか、あと一回行きます。おお。最初はグー、じゃんけんぽい。あで、これか、悲しい、これか、これを待ってたよ。なるほど、これか、勝てば増えるけど負けたら一匹。ありがとうございます。悲しい。嬉しい。本音が、店主の本音が出たぞ今。いや本当に楽しいお店ですね。このように熱帯植物やエビテングさんの砂やソイル、流行ってる最新の餌だったり、このように素晴らしい商品のラインナップです。チヒロスやアマテラスもここまで大量に置いてある店ってなかなかないんじゃないでしょうか。そして ADA もこのようにドドーンと充実しております。リーズナブルな商品もこのように。字幕入れる。もう作っとっけ。おいいね、ぽちゃんいいよ、もうちょっと盛り上げて。本当にキッズもこんな感じですみたいな。携帯自体は軽いんですけど、うん、取った取った取った、上手、すごい、やっぱメダカも何個かよかったらね。ちょっと全然取れてないじゃないですか。いや、めっちゃ逃げるんすよこれ。私もあの店員さんと間違えちゃったぐらい接客も慣れてるし、みんなこれ見たかった。
みんなさ、早早さっき早これオフショットこれオフショットで使おう。もうみんな綺麗、すごい、みんな綺麗、みんな綺麗、みんな綺麗、すごい。撮影中にお客さんから差し入れが届きましたみたいな。レッツエンジョイアクアリウム、このいいですよね、これ楽しまないで、はい。ドライカレーになってますよ、これ。大丈夫ですか、これ。ブリードプロ、パロットもブリードなさってる人いるんですね。マジっすか。お伺いしていいっすか、お家。そうですね。